久保さん、今回、高知県の億万長者にしましょうか。高知県の億万長者ね。キクリン、懐かしいっすね。いや、実はですね、キクリンも僕は思い出がありまして、まあ、あの、当時ですね、あのー、まあ、全国セミナーをして、塾を売るっていう活動をしてたんですね。で、僕は裏方に回ってたんですけど、セミナーのレター作ったりとか、セ,セミナープロデュースをして、で、まあ、 あの売ってたんで、すねでその時に、大阪でやった時ですね、キクリンが来たんですよ。うん。で、その時借金2000万、700万だったかなあったのかな授業で失敗したのか。で、その時に、まあ、絵氏がね、N 氏が、あの、質問ある人っていうね、あ、これわかる人みたいなね、やったんですよ。そしたらキクリンが一番最初に手を挙げて、こうだと思います、みたいな。で、そこで、その後、塾のセールスがあるんですけど、入ってね。 そう。なんだかんだ言ってね、キクリンは高知県で億万長者になりましたね <laughs>。だからセミナーもやりましたね。そう。セミナーも2年、3年前か一緒に高知県でセミナーしましたよ。キクリンと <laughs>。いやー、なかなかね、すげー田舎ですね。あそこも僕も、あの、キクリン事務所行きましたけど、めちゃくちゃ田舎っすね。いや、本当に田舎でしたね。すげーとこでやってんな、みたいな。 <laughs> うんだから、ああ大事なことってまあね久保さんが昔、再生数稼ぐためですかみたいなコメントあったのかな。いや、再生数目立たなかったらね、どうやって稼ぐんですかっていう,う。で、僕と久保さん、多分そう同じだと思うんですけど、1本あたりのやっぱ再生数はやっぱ少ないんですよ。やっぱりそんなにいかないですよね。 ま、狙ったやつとか、まあ、違う経路のやつは行ったりとかしますけど、ちょっとはね。ただ、こういう、その、な、億万長者シリーズがね、一本あたり百万回回ることはまず、もう今後もた多分ないでしょうね。これ20年続けても多分ないんじゃないかな。一本で百万回回すみたいな。ね、あります多分僕イメージつかないですね。<laughs> この億万長者シリーズが。いや、久保さんが死んだらわかんないです。僕か久保さんが死んだらわかん、あ、でもなわかんないですね。 100万回回すのはきついですね、5万長じゃシリーズ <laughs>。まあ他もまあ僕たちはもう量産でやってるんで、まあ1本あたりの再生数少なかったとしても量でかましているっていうところで、その目立って、まあ1本は目立たないけど量で目立つっていう。うん。だから1動画1新規みたいなのでもいいんですよね。うん。いくらでも取れるんで。1動画1新規でもいいわけですよ。全然 <laughs>。 でも多くの人で1動画で100万とか目指してるわけじゃないですか。僕1動画で1アクセスでいいんですよね。<laughs> そう。だからまあお金稼ぎたいんだったら最低でもサイトにアクセスを持ってくる、動画にアクセスを持ってくる、何かしらアクセスを持ってって見られないとダメなんですよね。知られないと。知られない商品どうやって売るんですかみたいな。うん。だから億万長者合宿の本編でも、 結局、その、まあ、久保さんが結構言ってましたけど、ま、あ商品ね、あの、持ってたら、こく、あの、あそこでね、告知できたのにっていうね、後々こう、言ってたんですけど、まあ、本当にその通りで、そ、っな,なんでもいいじゃないですかね。速下塾っていうのがあって、じゃあ、秒速塾っていうねわかんないですけど、な <laughs> んでもいいんで、なんかその、ないと、宣伝できないじゃないですか。まあ、もちろん、もちろんそれがないんだったら、 自分を宣伝するっていう方法あるかもしれあ、ありますし、それやってもいいんですけど、何かその、あのー、最終的に商品売っていくんだったら、その商品の宣伝はしていかないといけないですから、だから僕はそのドリームアカデミアっていうのを作って、これをもう、あのー、ずっと看板にしてやっていこうって決めてるので、まあそのドリームアカデミアっていうところは、あーちょいちょいこう宣伝していきますし、告知していきますしまあ、 今日ではないか。まあちょっと日付回った0時からね、アドバンスコースっていう、ドリームアカデミーア,アドバンスコースっていうのをセールス始めますけど、24時間限定で。で、それも、ドリームアカデミアっていう伏線、僕が言ってるからですよね。もちろんセールス、僕はしっかりとセールス今してるので、あの、僕のチャンネル行くと、今、ドリームアカデミーア,アドバンスコースのね、あの、なんだあ、案内がメインでやってますけど、それはまあなんだろうな。 しっかり自分の商品こんなの持ってるよっていう告知だったりとか、まあ事前に種まきしてるから、まあ反応ゼロってことはないと思いますけどね。まあ今回はまあ、しかもオファーも強いんで、まあ売ってみないとわかんないですけど、ただゼロはないと思いますね。うん、もう入りたいっていう人もいてたんで、うん。だからまあお金稼ぎたいんだったら、その、目立た、目立たないという、うん、目立つというか知られないでダメなんで、 その、なんだろうな。うん、まあ、それが基本ですよね。顔出ししなくても、あなたのサイトは目立ってるんですかあなたのサイトはアクセス集まってるんですかっていう、そこが大事です。だから顔出ししなくても成功する人いるし、全然稼いでる人いるので、でもその稼いでる人たちって結局顔出ししなくてもそのサイトにアクセスいっぱいある,あるからですよ。単純に。YouTube のアクセスあるとか。うん、だからそれは、どういう戦略でやるのは自由ですけども、 僕はもう、あの、誰でもできるようなことでただやってる。だって一動が一アクセスでいいやっていう感じでも何万本も取っていく、何十万本も取っていくっていう話なんで、これは別に戦略でもないですよね。<laughs> 戦略でもないというか、当たり前のことをやただやってるだけなんですけど。うん。だからどういうやり方をやってもいいんですけど、とにかく知られなければ、えー、あなたの商品が売れる可能性はほぼゼロ。だって知らないんだもん、あなたのこと。<laughs> どうやって売るんですか うん、お店ね、Google マップに載ってないのにどうやって行くんですか地図に載ってないのにどうやって行くんですか誰もそのお店の口コミ行ってないのにどうやって行くんですか口コミもない、Google マップに載ってない、地図にも載っていない、看板も掲げてない、どうやってそのお店にたどり着くんですか絶対不可能ですよね。うん。そう。だからまあ、それをやるべきですね。お金稼ぎたいんだったら。まず知られることですよ。知られるためにどんな方法があるのかっていうのを、 やれること全部やってみるっていうことが大事ですよ。よく、どれが一番稼げますかとか、どれが一番いいですかとかあるんですけど、これ、堀江さんも言ってるんですけど、やれること全部やれよみたいなね。なんか、堀江さんのもとにもね、なんか届くらしいですよ。YouTube で成功したいんですけど、どうしたらいいですかみたいな。<laughs> 知らねえよ、やれることやれよみたいなね。全部みたいな。<laughs> いや、本当にその通りかなと。やれること全部やるしかないんですからね。うーん。はい。ということで、やれること全部やっていきましょう。目立ってなんぼです コメントでも何でもいいんで目立つってことが大事ですよ。覚えられるっていうのが。いってらっしゃい。